好きです。付き合ってください。私と付き合わない？私と付き合うといいことあるかも。で、俊くんに告るつもり？告らないかな。なんで？もしうまくいって付き合ったとしても、あとは別れるしかないじゃないですか。だったら片思いの方がずっと好きでいられるし楽かなって。好きなのに伝えないってそっちの方が辛くない？別に。チカさんこそ告らないんですか？告るよ。でも今はそのタイミング待ち。はい。はい。これも。ここください。はい、ありがとう。別に、渚って面白いやつだなって。あれも、あれも。もし、生まれ変われるとしたら、今と同じ生き方を選ぶ？それとも違う生き方をする？英語でさ、スポーツすることをプレイって単語使うでしょ？プレイテニスとかプレイベースボールとか。でもサーフィンの場合はゴーサーフィングなわけよ。それはサーフィンは一度ボードに乗ったら前進むしかない、何度海に落ちても上手くなれるまで諦めないってこと。だから俺は人生やり直してもゴーサーフィングを選ぶね。あ、それよりシュン、後でちょっと付き合えよ。またお菓子買いに？違う、秘密の場所。ああ、江ノ島に伝わる伝説って知ってる？どんな話？昔、鎌倉のとあるお寺の僧侶が江ノ島にお参りに来たんだ。うん。そこで一人の美しい少年に出会った。僧侶はその少年を一目見た瞬間、恋に落ちた。え？それって男同士ってこと？ああ。それで？僧侶は鎌倉に戻ってからも少年のことが忘れられず、何度も何度も手紙を出したけど返事は来なかった。それでも諦めきれず、僧侶は再び江ノ島にやってきたけど、結局少年には会えなかった。どうして？少年が海に身投げした後だったから。え？そのことを知った僧侶も後を追って海に飛び込んだ。おしまい。少年はなんで自殺したの？なんでだと思う？少年は身投げする前、もし自分を探す人がこの島に来たら、あなたへの思いが募って仕方ないから海に飛び込むって伝えてくれって言い残したらしい。それじゃあ
両思いだったってこと？シュンはどう思う？どう思うって？もしその少年みたいに男に好きになられたらどうする？え？難しいな。やっぱキモい？キモいっていうか想像できないや。そっか。どうしたの？何？自分でも自分が分かんない。